今から本番頑張ってこんな感じ。おお。門前整体三つのず、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟を決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。で今からね伝わってきますね。ここあとここ、この辺りがね、全体的に、ガチガチになってます。で、特にね、こことね、この辺がね、ガチガチになってます。で、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチになってます。で、それをね、生肉にしていくのがね、ですけども、その過程がとっても痛いのね。で、特にこの背中の疲れとか、この辺の疲れっていうのは、実は足の疲れが上がってくることが多いので、足からしっかり緩めてきますね。だから本番頑張ってください。こんな感じ。おぉ。どういけそう？これが痛いけど気持ちいいぐらいの強さ。そうですね。お、素晴らしい。はいはい、ということで今回も門前整体三つ飛ぶご視聴ありがとうございます。今回の方の、ね、モデルさんはねあまりね反応がない方なのでちょっとねスルーしていっていく感じなんですけれども、このねやっぱりふくらはぎを抑えてあげることっていうのはねやはりねとても体に対してとてもいいことなので、皆さんねここのふくらはぎを締め付けてあげる靴下とか足元を温めてあげることなんていうのをねやってあげるとねとっても体が楽になってくれるので、ぜひやってあげてください。でやっぱりね締め付けるのが苦手な方もできればね締め付けること、もしくはねふくらはぎの筋肉をしっかり鍛えてあげること、こういうことをねやっていただくとね体がね楽になっていきます。でそのふくらはぎをやっぱりしっかり使ってあげる、なんていうのかな、鍛えてあげることっていうのはねやはりね体にとってねとても重要なことになったりとかするので、皆さんねできるんだったらやってみてほしいなって思ってるのが門前整体三つ飛ぶの気持ちでした。ふくらはぎを温めること、やっぱり、ね、温めてあげることでね体がね、ふくらはぎを温めてあげるだけで体が楽になってくれますが、とりあえず足元を温めること、頭寒足熱ね同じことばっかり言ってますけれども、温めること、とりあえず足元を温めてあげてくださいね。よろしくお願いします。その疲れがたまられて痛いとか、あとね触られ慣れてない方とか、なんていうのかな、マッサージ慣れしてない方なんかがギャーっと思って、はい、マッサージ慣れしてない方も来るんですか？なんか来るんですよ。来ないでいいよってあんだけ動画で説明してるのに、来るなって言ってんのに、来るなって言ってんのにみんな私なら大丈夫でしょつって。ギャーッって叫んでくれます。外側も痛いか、ここ痛いですよね。あの激辛ラーメン店の激辛が辛いから食べない方がいいよって言ってるのに、いや私なら平気かもってやっぱ食べれないみたいな。そんな感じです。マッサージ慣れしてるとかこれぐらいの強さを求めたい人にはちょうどいい強さなんですよ。ぶっちゃけもうずっと今日なんかずっとやってますからねこれね。これをやってほしいっていう人ばっかり来るから、ああ人には分かるんですよ。動画見てるともっと痛いかと思ったでしょ。そういう人が残っていくんですよ。ああ先生これこれこの強さが欲しいんですよねっていう人はずっと来る。でずっと来るし、まあその場所から行ってもいいかなみたいな距離感とか、あと体のすっきり具合で天秤にかけられる方が多いですね。来る人はずっと来るし、痛すぎたらもう二度と来ないっていう人も結構いるし、そんなんでいいと思ってます。結構青タンとかなる人多いですか？青タンはほとんどないですね。だったらごめんね、でも後から文句言ってきても、あの書面に書いてもらった通りですからね。いやその無理やりは押し付けてませんからね。この疲れがこう上がっていて腰痛になったりしやすいんですよ。私の歩き方が悪いですか？まあ足の使い方とかね、筋肉のつき方とか、
っぱ人によっていろんなタイプありますから、その歩き方とかは歩き方教室とか言ってください。わかりました。私にはわかりません。専門のプロが教えてくれます。かっこいい歩き方、女性らしい歩き方とか、やっぱりそういう歩き方に変えられると、うん、筋肉の使い方変わりますけどね。出ましたけれども、体の使い方によって歩き方や使い方によって筋肉のつき方とかが変わったりするので、本当にねプロの人にね見てもらったり教えてもらったりとかして、歩き方とかを変えるだけでも体重がね落ちたりすることって結構あるんですね。やってみてほしいと思います。もしねそれで歩き方で変わらないっていうのならね、先生ちょっとって言ってください。では反対側、私ね意外とこの話し方っていうのは特徴的があるってさっき来られたねお客さんに言われちゃった。でそれをね、こだわりがある言葉なんですけれども、話し方にはこだわりがあります。というのは関西弁を喋らないこと。ほななお前何言っとんねん、この野郎こんねんあーって言うと、関西弁ってねとてもね激しくね、聞こえてしまうことがあるんですね。なのでこういうふうな綺麗な標準語をはっきり大きく話すということを心がけています。あとね話し方のコツとしてはね、なんていうのかな、一つ一つ言葉をはっきり伝えることと、大きくゆっくり聞こえる言葉を話すように心がけています。あとね、もう一つね、男性的でもなく女性的でもなく、ニューハーフに少し寄せながら中性的な表現をしながら、テンションが高くて元気な表現の声っていうのを心がけて普通に喋るようにしております。っていうのは何でかって言ったら、先生が先生おはようございます、ちょっとあなたの体はこうですね、なんていう風な話し方をされちゃうとね少し怖いんですね。なので明るく元気に先生に話したら何でもすっきり解消してくれるんじゃないかなっていう風な声の表現をするように心がけていたりするのが裏側だの話だったりするんですね。なのでね、この声っていうのってね一つね注目してほしい。声だけでね分かることってたくさんあるんですよ。アニメーションなんか見ててもそんなことが分かると思います。でまあこれね見てても分かると思うんですけどもね、ふくらはぎはねとりあえず私何回も何回も何回も喋りますけれども、とにかく足を温めることです。冬場の時期だったらタイツを履くこと、もうこれが一番で、湯船に浸かれる人だったら湯船に入ること、これをねずっと続けてもらって、で階段の上り下りとか散歩とかしとけばそれなりに元気に過ごすことができる。運動した方がいいなんか言ってますけれども、運動なんかしなくていいです。散歩とか階段とか外を出歩いていればある程度の筋肉を使うことになりますから、歩いてるだけでいい。あんまりね筋トレしすぎるとね、筋肉つけすぎると必要ない筋肉っていうのは重さだけになっちゃうので、必要のあるぐらいの筋肉だけでいいんです。必要な無駄なものはつけない、これがね人間の体にね適したことです。ですからあまり筋肉をつけすぎず、体積も体重もつけない、これがね本当はいいんですけれども、なかなかこれができないのは事実だから、私みたいな悶絶整体三つの部みたいなのが存在するんですね。なのでねこういうふうにね足をねしっかり緩めてますけれども、ここをしっかり緩めながらも、そう歩いたりとか温めること、とにかく温めることです。何回も喋ってるけど温めること、お風呂に湯船に浸かること、湯船に浸かることで足を温めること、これがでもねなかなかできない。痩せろっつってもなかなか痩せれない、勉強しろっつっても勉強なかなかできない、そうなかなかできないことが足を温めることなんですね。まあねこんだけ言ってもできない人はできませんから、まあとりあえず足を温めることで、できるんだったら足を締め付けることね、何回言ってるんですか先生、これぐらい言っても足を温めることってできないのが人間なんですよ。できないこと勉強したら頭が良くなるっつったってできない、できないんですよそれっていうのはね。だからね門前生態みたいなのが存在するんですよね。まあそれ、まあ、勉強で言ったら塾とかね、だからそんなもんなんですよ人間って。ね、だからねとりあえず足を温めること、
選挙演説みたいになってきちゃった。だからね、まあ、とりあえずね、そういうことなんですよ。まあ、しっかりでもその辺歩いて温めておいたらいいですから。そしたらまあとりあえず健康になります。それができなくても、まあ、できててもなかなかね、疲れが汚れが溜まっちゃうのが、溜まった時にあの服をクリーニング出すみたいな、そんな感じ。点検とか必要ですから、まあ、とりあえずやってみてください。まあ以上、まあね、これぐらい、次からね、あの太ももになりますけど、これは次の動画に変えます。じゃあ以上、門前整体三つ信でした。また見てね、チャンネル登録とかよろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバイ。